ルートビヒ・フォン・ケッヘル。ルートビヒ・アロイス・フェルディナント・リッター・フォン・ケッヘル。1800年1月14日から1877年6月3日は、オーストリアの音楽学者、作曲家、植物学者、鉱物学者、教育者。正確にはケッヒ・エル。1862年に、モーツァルトの全作品目録を出版。そこで作品に振られた番号は、 ケッヘル番号として、現在も使われている。1800年1月14日、オーストリアニーダー・エースター・ライヒ州のシュタインで生まれた、モーツァルト没後9年、ハイドンはまだ存命、ベートーベンは難聴に苦しんでいた頃である。父はシュタインに置かれた、パッサウシ教宮殿の管罪人のヨハン・ゲオルクで、祖父や叔父は、市長を務めた名家ので、 1810年代後半に大学に通うために、ウィーンに移り住むまで、この記事シュタインで育った。その間、隣町クレムスのギムナジウムで学び、1816年に最優秀の成績で卒業している。この卒業の年、地元シュタインで、モーツァルトフェスティバルが開かれているが、企画運営の中心に、父のヨハンゲオルクがいるなど、当時さほど人気が高いわけではなかったモーツァルトが、 比較的身近な環境の中で育っている。ウィーン大学で法律を学んだ後、カール大公の財産管財人を務める、猿貴族の家の家庭教師となり、さらにその貴族の知り合いである、伯爵家の家庭教師へと出世。1827年には、法学博士号を取得、同年カール大公一家の家庭教師にまで上り詰めた。ケッヘルは、大公の宮殿。 現在のアルベルティーナ美術館内に居住することになる。同僚には、フィリップ・マイヤー、1798年から1828年、いや、フランツ・シャール・シュミット、1800年から1887年、などがいた。翌1828年から2年にわたり、鉱物学者のフリードリッヒ・モースが、ウィーのミカドリッヒ・モ物ス本館に招かれていった、講義を聴講。 幼い時からの功績収集にさらに熱が入る。植物学への貢献も高く、晩年には、ウィーンのミカドリツド植物協会の終身会員に推挙されるまでになる。1842年、カール大公の子供たちが成長したのに伴い、家庭教師の職を辞す。その際、レオポルト騎士大勲章を授与され、貴族に助せられた。翌年には、 ウィーン楽友協会の副総裁に選出された。1848年革命で混乱するウィーンを離れてテシェンに引っ越し、その2年後ザルツブルクへと移った。このモーツァルトの故郷には1850年から1863年まで10年以上暮らし、彼の作品目録作成に取り組んだ。また功績学にも引き続き関心を持ち、ザルツブルク公国の功績、 1859年に結実する。1851年、ケッヘルの友人フランツ・ローレンツから著作、モーツァルトのことが送られてくる。そこには、モーツァルトの作品が散逸してしまうのではないかという懸念が表明されていた。それに刺激を受けたケッヘルは、作品目録の作成を開始した。完成した目録は1862年に、ブライトコップ社から、 モーツァルト全音楽作品の年代別主題別目録クロノラジスチ、ティーマティシャスバースシュニスサマリッチャートンワーカーボルフガング、アマデモーツァルト S として出版された。翌年再びウィーンに今日移し、ブライトコプフ社にモーツァルト全集の出版を要請する傍ら、ケッヘルボツ年の1877年に、ようやく観光が開始される、モーツァルト関連の小論を発表したり、 ベートーベンの書簡集を編纂したり、オーストリアの宮廷音楽の歴史に関する本を出版するなど旺盛な活動を行う。1871年、ヨハン・ヨーゼフ・フックス研究の功績を称えられて、ウィーン・ラクユ協会の名誉会員になった。翌年作品目録を付録とするフックス伝を観八1877年、ウィーンにて死去。追悼式では、モーツァルトの レクイエムが演奏された。中央墓地に眠っている。ケッヘルが編集したモーツァルトの作品目録は1761年に作曲されたクラビーアのためのメヌエットと蝶々から絶筆のレクイエムまでの626曲を作曲時代順に配列した目録。フレー、小説数、自筆部、写譜、出版譜の有無、保管先などのデータを記載する。 各曲に通し番号を振っていたが、これが現在のケッヘル番号となる。この時代順目録の前にデータを簡素化したジャンル別全作品目録を置く。先日したブライトコップ社のモーツァルト全集では、このジャンル分けが使われていた。モーツァルトの作品目録はケッヘル以前にも存在した。一つはモーツァルト自身が作ったもので、1784年以後、 死没直前までの176曲が収められている。また幼少期の作品については、父レオポルトも作成していた。しかしこの二つの作品目録には15年の空白期間がある。また、アイロス・フックスやレオポルト・フォン・ゾンライト・ナーモモーザとの作品目録を作成していたが、全作品を網羅するという意思がそもそも存在しないものだった。 ケッヘルの目録はその質をことにするもので、もしこの目録がなければ、モーツァルト作品の多くが逸してしまった可能性がある。後の研究によって、作品の成立時期が見直されたり、作品が新しく発見されたりしたため、この目録は何度か改定された。最新版は第8版。特にアルフレート・アインシュタインの第3版、1937年と、フランツ・ギー,ーグリンク。 フランツ・ギュグリング、ゲルト・ジーベルス、ガート・シーバース、アレクサンダー・ワインマン、アレクサンダー・ワインマンによる第6版1964年では大幅な訂正が行われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。